太平橋は、新潟県新潟市の阿賀野川に架かる、新潟県道3号新潟柴田村上線の道路橋梁。西詰め川は東区つい市、東詰め川は北区荒崎に位置する。橋町932メートル、福音7.5メートルを有する14位景観下地、極限プラットトラス橋。上流側に、福音2.5メートル。 三景間連続校小番箱下の歩道橋が併設されている。阿賀野川の下流から4番目にかかる橋梁で、下流側には国道7号の阿賀野川大橋が、上流側には白新線の阿賀野川橋梁と日本海、東北自動車道の阿賀野架橋が、さらに上流側には新潟県道46号、新潟中央環状線の大阿賀橋が架橋されている。 太平洋は1885年、木橋として佳橋された。阿賀北地域の交通は、太平洋が開通するまではもっぱら都線や、河川蒸気と呼ばれる、蒸気船による乗り合い汽線などといった、水運のみによって担われており、また佳橋後も境外な木橋であったことから、大半の物流は水運に依存していた。1923年、国道10号の新潟市ぬったりから、 北貫原郡柴田町にかけての区間の改良工事の一環として2代目の目標が架橋された。だが、目標では将来的な自動車交通の発展に耐えられないことから永久橋梁として掛け替えられることになり、横川橋梁松尾橋梁三菱造船、日本交換からなる共同企業体の施行により、1951年に3代目の 現橋梁が二代目橋梁より約300メートル下流に竣工。12月17日に開通式が取り行われた。また、東詰め川には竣工記念碑が建立され、当時の新潟県知事であった岡田翔平の書による、共鳴を太平協と称するは常に、私協者の平安を祈願するのみならず、この世の太平をと共鳴の由来が刻まれた。 その後国道10号は1952年12月4日に国道7号に指定変更され、1977年10月24日に新進バイパスのエビがセインターチェンジ、競馬場インターチェンジ間が開通したのに伴って、県に移管し、主要地方道新潟芝田村上線に指定変更され、さらに2007年4月1日に新潟市が政令指定都市へ移行したのに伴い、 現在は、新潟市東区、北区の建設課が、維持管理を担当している。また、1970年代から太平派した元の、阿賀野川左岸側の河川敷で建設省と、新潟市によって、新潟市阿賀野川河川公園の整備が進められ、大規模な公園が形成されている。新潟市域の阿賀野川両岸を結ぶ、一般道路の橋梁は太平橋のほか、最下流の商品橋と、 国道百十三号の小ざや阿賀橋、前日の阿賀野川大橋、大阿賀橋の敬語橋梁がある。太平協の交通量はこれらの中で二番目だが、車線数が二車線と少なく、道路複員も若干狭碍で、また、橋梁両端部に交通量の多い交差点が連続して設けられていることも、相まって、平日朝と夕方のラッシュ時や、休日のデイタイムを中心に、渋滞や、 速度低下が慢性的に発生している。ありがとうございます。